はい、エタドールマイピーです。今日も自主練のランニング後の場所から、お伝えしてます。今日のテーマは、自主練を続けるコツ、努力を続けるコツっていうことで、お伝えしたいと思うんですけど、とにかくこう講義の時にお話ししたと思うんですけど、前回話したこと実践してねって言ったことをやったことやってきた人って続けてきた人ってこう聞いた時に、やっぱり2人だったかな、手を挙げてくれたと思うんだけど、実際2人続けてくれたっていうことだけでもそれはゼロじゃないっていうことに意味があるんだけど、やっぱそうやって続けることってやっぱり難しいっていうことは自分たちがこう実際やってみて分かることかなと、思います。なので自分がこう続けていくために努力をしていくために、どうしたらいいのか、続けられない自分を責める前にどうしたらいいのかっていうことをまず考えてみて、例えばこういうのどうかな、今無料でメールとか LINE とかできるから、そのメールとか LINE を使ってさ、グループを作って自分は今日こういう練習したよっていうさ、あれだけねこう野球が好きで上手くなりたいって集まってる仲間たちがいるわけだから、そういう仲間たちと自分たちがやってることを共有したりとか、でもう一つはそうだな、今こうやって自分たちの練習をさこう一緒にこう盛り上げていこうとする、大人たちがいるわけだから、自分でもいいから今日こんな練習したとかこんな練習しましたとか、そういうねメールとか LINE とかね積極的に電話してきたりもいいと思うし、だからそうやって自分たちがこう続けていくために一人じゃなくて周りを巻き込んでいくっていうことも仲間と一緒にやるっていう行動も大切なのかなと思います。それで本当に続くかなと思う前にやっぱり行動してみる、やってみるっていうことが、素直に実践してみるっていうことがまず大事だと思うので、とにかくこう続けるっていうことをテーマに、やってみることで、無理をせずにゆっくり成長してほしいから、とにかく例えば1日10球、スタンドティーをやると決めたら、まずその10球スタンドティーを10球を3日続けてみる。で3日続いたら自分を思いっきり褒めてあげる。で、お父さんお母さんたちから頑張ったよって、褒めてもらう。でそしてまたそれを1週間続けてみる。その繰り返し、それをずっと小刻みに続けていけばいいかなと、思います。でこう10球ってねこう少なくないとかちょっと時間が短すぎないって自分で思うかもしれないんですけど、とにかくその10球でも今まで続けられなかったことが続けられたっていうことが大事だから、ちょっと足りないとか、ちょっともうちょっとした方がいいんじゃないかなと思うぐらいでまずやめて、その余ったエネルギーを次の日に持っていく、持ち越すっていうことが最初は続けるためのコツとして活動してくれればいいんじゃないかなと、思います。なんでね、今自分が言ったことっていうものをいろんなやり方がある中でまずね素直に実践してねやってみる、いつから今から、やってみるっていうことを、大事にしてほしいなと思います。そんで今日ねみんなに僕が伝えておきたいのは、みんなが僕の講義をね、真剣にね聞きながらノートを取ってる間にね、実は後ろで聞いてる君たちの、お父さんお母さんも真剣にメモを取ったり、携帯にメモしたり写真撮ったり動画したりして、真剣に聞いてる自分たちを温かく、温かい眼差しで見ていたりとか、子どもたち以上に必死にメモを取ったりする大人たちがいるっていうことを多分知らないと思うから、ここで伝えておくね。そうやってね自分たちの、で今野球塾で上手くなりたいっていう気持ちがね、周りの大人たちの心もね、少しずつ変え始めてるんでね、今せっかくいいことをやってるんで、積み重ねをこれからも大切にね一緒に頑張っていきましょう。